つの間にか慶応大学文学部に行ってたということで、そうですよ。フランス語とドイツ語です。え、2つもやってるの？しかもラテン語、ギリシャ語とかも書いてある。あ、そうですね、浪人中の英語の先生の影響で。ああ、じゃあ12級への道ですか。そうです。で始まりました、チャンネルです。さあ、今回はですね、アメリアテア、はい、おいでいただきました。よろしくお願いいたします。はい、アメリアテアなのか。アメリアテアです。アメリアテアですね。アメリアテアです。フジテアが、アメリアテアが出てきた時にライバル出てきたぞっていうメッセージすげえいっぱい来た。そうなんですか。アイドル志望でやってたわけですから。そうなんですかね。そうなんですか。そうって言ってたじゃん。ブルーベリーバタコさんのチャンネルで言ってたよ。嘘。そうやって言ってたよ。まだ一応2回目の共演になるわけですよね、はい、合宿ぶりですね。そうですね、笑い方が特徴的だっていっぱい書かれてて、あ、なんかイチャイチャすんなってめっちゃいろんな人から来たんだけど、え、そんなシーンないじゃん。してない。1個もないよ。1つもないのにさ。え、でもなんかその存在しない音素配列っていうのはなんか結構いろんな方が覚えてくださってて、そう、アメリアってそんな存在しない音素配列を言われても覚えられないよみたいなので社内にクイズ大会みたいなのがあったんですよね。そんながっつり絡んだ記憶は全くないんですけど、しかもなんか列も違ったじゃないですか。そうそうそう、私の前にいましたよね。別になんかご飯食べる時もさ、一人単独行動だったし、一人でなんかさ、カフェみたいなスタバでしたね。みんながそう食ってる時に列に並んでいたし、泊まりのね、やつだったけど、はい、私は帰ってるし、途中で、あれ、部屋のでっかい和室に一人だったんだけど。そうなんですよ、なんか私だけこう、ドーンみたいな部屋にこう隅っこで、で、男性陣皆さん一つの部屋でベッドがいっぱい、そうベッドがバーって並んでてね。あ、申し訳ないな、みたいな。泊まっていきましょうよ、とかって言われたけど、いやいや、俺トイックあるんで帰ったんで、って帰ったんですけど、それ以来ですね。はい。で、その後、まあ、いなくなった。いなくなって、いなくなって、で、合格発表で、いきなり数学0点でしたもんみたいなね。いつの間にか慶応大学文学部に行ってたということで、はい、後輩になります。そうですよ、びっくりしましたよ。慶部に行ってると思って。どうですか、慶応大学文学部。女の子多いじゃないですか、はい、なんか皆さん、そうですね、あのキラキラの女の子で、うん、でなんか私なんかそのキラキラ女の子の部類じゃないので、うん、あんま馴染めなくて。こんな格好なのに。いや、中身がキラキラ系じゃないんで、はいはいはい、え、スペイン語でした？フランス語とドイツ語ですね。え、2つもやってるの？あの、英語を取んないでフランス語とドイツ語やったんですよ。あ、そんなこともできるんだ。はい、なんかそれをやってるのがなんか文学部800人中50もいないとからしくて、でもそれだけでなんか留年予備軍らしいです。そうですよ、当たり前ですよ。だってしかもそれでなるとさ、3コマ3コマになる。あ、そうです、そうです、そうです。そうそう、だから英語が2コマなんで、慶応文学部ですか、知ってんですか。英語は2コマになるのに必修に、そう、2階だったら3コマ3コマになるから、そうなんですよ、6コマになるから当然負担は全然増える。なんか小テストもやばい、今日もあるのに明日もあるみたいな感じで、そう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 、そうなっちゃう。でしかも同じ時間に被らないようにやるわけだ。そうそうですね、だって普通は1、2限のどっちかに設置されてるから、大体そこで6でしょ。1限に必修が1個あって、うん、もうそれでヤバくて、うん、しかもなんかたまたまめっちゃ奥の校舎なんですよ、はいはいはい、もう間に合わせる気ないじゃんみたいな。でもまあ珍しく、じゃあクラスが2つあるってことだもんね。あ、そうなんですよ、クラス2つ入ってて、そんなことできるんだ、考えてもいなかったわ。いや、なんか2つ取れる、その入学の手続きをするときにこう2つできるっていうのが分かって、うん、じゃあそうしようみたいな、そもそも英語を取ろうっていう発想がなくて、うん、しかもラテン語、ギリシャ語とかも書いてある。あ、そうですね、なんかギリシャ語は普通に取って、でラテン語は先生に許可取ってもらってて、もうそんな言語好きだったの。そうですね、浪人中の英語の先生の影響で、もともと私現役の時経済志望だったんですよ、うんうん、でその先生の影響で文学部に行こうってなって、言っていいの、その寸大の誰とか。あ、大島先生。ああ、はい、大重鎮じゃん。もう本当に大好きで、超絶重鎮じゃん。もうなんか人生変わりましたね、うん、今の時代でもそうなんだね、すごいね、大島先生。だって当然俺の時代でもトップ講師だし、その前でもトップ講師だから、そんな人だから。でも言語をじゃあやろうと思って、はい、そうですね。でも考えられないわ、2つクラスがあるとか想像できない。普通インテンシブの、あ、はい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 、そっちと、まあ、分かれるとかよくあるんですけど、上級の英語ですね、2回2つとか考えたことなかったわ。できてます、ちゃんと。まあなんかギリギリみたいな。
落胆するかしないかの瀬戸際で耐えてみたいな感じですね。まあまだ1学期だからそんな難しくはないけど、数年で単位出る、うん、あでもフランス語はその全クラス統一で進んでいくんでめっちゃ早いんですよ、うん、進路が、はいはいはい、でも私のドイツ語のクラスはドイツ語はこうバラバラで使ってる教科書も全然違くて、で私のクラスはたまたまめっちゃ遅いクラスで、ほうほうほう、で他のクラスの子に進路聞いたらもう私たちは全然やってないとこ行ってて、で私たちが今やってるとこ言ったら、いや前すぎて忘れたとか言われる、なんでそのめっちゃ早いフランス語とバカ遅いドイツ語で、まあ、ちょっとバランス取れてるみたいな、うん、そうフランス語の先生たちはちゃんと会って進路合わせて次々こうやってつなぎでやってきますからね。 うちも3つそうやってつないで、でも俺1個切ってたからそこないっていう状況で飛び飛びでやってて、あもう絶対俺は留年するんだなと。え留年したんですか。仮進級です。え仮進級、進級してます。はい、仮進級っていうのはですね、いやだから6コマの中だと仮進級どうなんだろうって思うけど、5つ英語2つとフランス語3つの中で1コマでは大丈夫なんです。落としても仮進級で次に行ける、はいはいはい、でただ三田に行った時にフランス語がもう1個出るっていう週1で、いやですね、それで仮進級ではフランス語ネイティブの授業を切ってたんです。あネイティブ切ってたんですか。えネイティブの授業めっちゃきつくないですか。そうきつい。えなんで全然知らない言語なのに最初からその言語で話しかけてくんのみたいな。いや分からん分からんみたいな。全部普通語で言われても、まあ一元だったし、でも他のフランス語の2人の日本人の先生が優しかったんで仮進級させてくれました。何の勉強もしてない私は先生の運大事ですね。大事です。なんかすごい優しかったし、まあ一番うるさい人だったんですよクラスで。大学デビューした人だったんで、そのネイティブはめちゃくちゃ嫌ってて僕のこと。なるほど。うっせえなこいつみたいな感じで、はい、で他の二人はすごい優しくしてくれて、あとフランス語の試験で TF 問題合ってるか間違ってるかっていうのを、はいはいはい、英語のテクニックでこういうものは大体間違い、こういうのは大体合ってるっていうので全部正解して進級しました。何の勉強もしてない人、試験勉強してる人、なんかずるい、なんかずるい、試験勉強さえしてないのに。でも6個だったらどうなんだよ、6個のうち1個なのかな。そしたら全然わかんなくて、しかも先輩にもそんなことやってる人いないんで、そういないっす、聞いたことないです。ちょっとそんなに言語やっててごちゃごちゃなんないですか。クーテンターとかジマペールとか言っちゃないですか。あなんかそれこそ一番最初のアルファベットの発音の時とかは、うん、まあ、ごちゃ混ぜになったりしたんですけど、でも今は大丈夫ですね。まあ文法が初歩的とか、あと単語がそんなに出てきてないっていうのはあると思うんですけど、大丈夫ですね。アベセでアベセとかもうなんかぐちゃぐちゃに、あでもそっか、まあ、ゲルマンとラテンなんでね、まあ、ただただラテン語やってんだそしたらまたごっちゃになるな。いや上はだからスペイン語とフランス語同時にやってた時やっぱりかなり、あそうなんですね、かなり混ざったんで、そんな言語好きになってたとは。しかし、はい、英語をやってないっていういやでも英語をやりたくて、なんで、うん、今夏休みじゃないですか、はい、英検準1くらい取りたいなと思って。じゃあ、無理やり準一級への道ですか。そうですね。そうですね。そうです。軽く言ったけどさ。え、やってくれるんですか。いいですよ、全然。追います。追います。え、お願いします。お願いします。お願いします。これ面接対策とか、ね。え、じゃあ一級までお願いします。一級まで行くんだ。もう。それでもめっちゃ大変だよ、他の言語と一緒にやるの。いや、頑張ります。なんか数学は本当にやりたくないし、やってもできないんですけど、うん、語学はやれる。やってて楽しい。語学オタクになってた。まあ、東大の言語学行った時は2個必要だったんで試験が、なんで英語とフランス語やって、でまあその後韓国留学して中国行ったりとかしたんで、まあいろんな言語ぐちゃぐちゃに、はい、入ってますけど、どっちが得意ですか、ドイツ語とフランス語だったら。いやー難しさが違うじゃないですか。それこそフランス語は発音がわけわかんないけど、うん、ああでもドイツ語の方が簡単な気がしますね。なんかドイツ語の方が英語に近い感じがして。ああまあそうですね。まあまだそっか、でも進んでないから。そうなんです。まだ格の難しさが出てきてるかがわかんないんで。そうなんですよね。ふうっていうのがまあフランス語に待ってますから、あの語順が変わるうざいやつがね、代名詞になって直接目的語なのか間接目的語なのかによって位置が変わったりとかね、前に出るやつとかね、代名詞に変わったら前に出るとかふわーっつって。っていうのが大変だったんですけど、英語ってそのなんか幼少期から身近に結構あるじゃないですか、はい、なんでこうなんかなんとなく習ってないけど分かるみたいなのがいっぱいあるじゃないですか、うんうん、でもフランス語とドイツ語ってそれが全然ないんで、うんうん、それがきついですよ、ね、多分まあ教科書は違うだろうからね、フランス語。あ今ありますよ、あるんだ確かに俺の時すごい先生たちが文句言ってたから、変わってるはずなんですよ、いやこんな表現使わねえよみたいな。グラメールですかね、これこれです。あーグラマーなんだ、全然違う。トーズイメティションだからさ、短パンなんだ。私のグラマーとかなんて名前だ。変な名前。
昔の文法。そうですよこれ、はいはいはい、やりましたよこれ。でも言われました大学で、あーみたいな。あ、そうですね、なんかそのフランス語のクラスの方は、一応フランス語のクラスの方が所属の方なんで、学生諸候補の時とかに、待ってみたいな、見てたよみたいなとか、ドイツ語のクラスの方は女の子なんですけど、お父さんが慶応にこういう子がいるみたいって見せてて、そしたら同じクラスだったっていうそんなことあるんだ。なんですよ。ああそうだ、アメリア・テイは引き体だった。そういえば、そうなんですよ。そうだった。ケスカセとかね。でも普通になんかこの辺の時点で難しくないですか。まあ英語とは違いますから、ね。なんでなんかそんな疑問文の作り方いっぱい作ったのみたいな。一個でええやんみたいな。本当にね、活用が嫌いだったわ。あ、結構グラマー中心でした。僕の教科書も会話だったんで完全に。あ、でもまだ数字聞けないもんね。ここ来ないと。レッスン11まで終わってて、なんか数字は20までは覚えさせられました。あ、じゃあ全然余裕ですよこっからですからむずくなるのはやばいやばい。あ、でもなんかネイティブの方ではなんかやらされましたけど、それこそなんか自分の電話番号とかこう言わされたんですけど、いや、わからんわからんわからんみたいな。そうそういやだから俺は2000年代だったからいいよねって言われてた。あ、1990何年とかはむちゃくちゃ大変だったから、はいはいはい、もう 4×20+10 とかさ90の表し方がなんでそんなことしたんですかね。ほんとそう本当そう、これ普通に普通にやって。だから1999年の人たちはめちゃめちゃ大変だったんだよとかって言ったもんね。コトラバンディッツネフ、長い長い、何コトラバンディッツネフとかいうのがね、実は。じゃあまあまあそんな感じでフランス語頑張ってるということで、はい、いよいよ東大的に言えば新フリー先行は